苔、カビなどの生き物系に効果抜群、洗剤のエキスパートが開発した野外用苔カビ取りスプレー、とてもおすすめです。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。ベランダをお持ちの皆様、こういった経験はないでしょうか？床が緑になってきた。では、こちらをご覧ください。はい、こちらがですね、私監督のベランダでございます。実は今この状態でもですね、デッキブラシでゴシ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 こすって、この状態なんですよ。もうやっぱりなんとかしたい。折りたたみ椅子っていうのもですね、買ったんですけども、ちょっとあの空間で置いてね、コーヒーとか本とか読む空間ではないよね。はい、というわけでですね、今回いい商品買ってきました。まずですね、インターネットですとか店舗で商品を探してまいりました。まあ、たくさん種類があるんですよ。カビキラーですとか、カビキエール、カビトール、コケトール、コケカビトレールですとか、もうたくさんあるんですよ。まあ、他にもですね、インターネットで検索すると、レモンだったり、重曹を使ったりですね、様々な方法があることを知りました。調べたところ、塩素系が多かったですね。まあ、ただこの塩素系って、速攻性がある代わりにですね、使える素材や場所が限られます。で、今回のですね、購入しました商品、ででん、野外用モテギカズヤ苔カビ取り。こちらなんと中性洗剤です。使える場所としましては、家の外壁、壁、ベランダ、ウッドデッキ、庭、室外、車庫、お墓にも使えちゃいます。中性洗剤ということで、デメリットとしましては、速攻性がなく、じわじわと効果が効いてきます。長い時では数日から10日以上かかる場合もありますと書かれております。あとですね、この商品やっぱり非塩素系なんで、ツンとくるですね、刺激臭がございません。原材料成分は塩化ベンザルコニウム、こちらは除菌効果が高い原材料です。界面活性剤、カビ除去剤の3つが含まれております。かけるだけで防カビ効果が現れるという。はい、では早速ベランダに行ってスプレーしていきたいと思います。はい、こちら使い方とっても簡単です。もう好きになるところにスプレーをかけるだけ、あとは放置、もうこれだけです。めんどくさがり屋な方に最適な商品となります。はい、1日が経過しました。どのようになっているのでしょうか。では早速見ていきたいと思います。どうでしょうか。この辺に関してはかなり消えておりますね。この辺はまだ緑がかっているかな、多少。まあでも結構薄まっているのではないでしょうか。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。あれからですね、約1週間経過しました。天気が今日いいです。はい、ご覧いただけましたでしょうか。こちらですね、苔カビに振りかけるだけ、あとはもう放っておけばあそこまで綺麗になります。いやー、いい商品だと思います。今この使った分量としては
これくらい残ってるので、まあ、結構使いましたが、またカビが生えてきたら、こいつを散布したいと思います。と言ってもですね、まあ、こちらですね、防カビも入っているので、まあ、しばらくは緑の苔藤は出てこないかと思います。はい、というわけでですね、皆さん、こちらですね、カビに困っている方ですね、買ってみてはいかがでしょうか。めっちゃ綺麗になります。あと、とても簡単。というわけでですね、今回はこちら、野外用モテイカズヤ苔カビ取りというですね、散布スプレーを紹介させていただきました。はい、というわけでですね、こちらの監督ラボではですね、おすすめ商品レビューをですね、中心に様々な動画を出しております。もしですね、ためになったらという方は、いいね押してください。まだチャンネル登録をしてない方はですね、ポチッとしていただければありがたいです。今後も監督ラボよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。